3分前に帰ってきた。危ない危ない、セーフセーフ。セブンあるかなと思って、なんだっけ、くじが、一番くじあるのはあったんだけどさ、6個ぐらい残ってて、でもコギビン全部なかったからもうしなかった。カヌレのやつも売ってなかった。あ、疲れた。ちょっと待って、ぬるぬるぬるで作らなきゃ。まずい、このパスタ止まっちゃうんだよ。扇風機が悪い、日に日に悪くなってるわ、接触が。よし、ぬる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 、水入れて。テロップも書いてないじゃん、私。まず、よし、作ろう。ねるねるねるね。作ります。今から大人のねるねるねる。いや、ずっと接触悪いよ。ずっと接触は悪い。セブンでもこういうのキャンペーン、キャンペーンやってんの知らないわそれ。白の白ねる、白ねるねる、白ねるねる1番の粉と三角一杯の水を入れてスプーンでよく混ぜよう。どっちでもいいんだね、これは。白ねるねる、これ1番、白ねるねる1番。するこの粉を、この匂いする。で、一杯なんです。
少ない。水入ってる容器が深すぎて入れなく。見えないわ。よし。縁についちゃった。はい。で、普通に混ぜたらいいんだよね。で、よく混ぜ、よく混ぜよう。よく混ぜよう。見えない。美味しそう。ハイチュウのブドウの匂いがする。ここに白ねるねる、ちょっと願いが、串が欲しい。ここに白ねるねる2番の粉、色が変わるまでよく混ぜよう。これで白ぶどう、白ぶどうねるねるの出来上がり。2番の粉、途中で味見この状態で、ちょっとだけ、でもぶどう美味しい、美味しいけど、でも絶対こっちに混ぜた方が美味しい。アリオのウエハースにまだ出てない。え、出てない？セブン売ってたよ。でもあれかな、店舗によるか。私はセブンで見た。なんかセブン以外スーパーとかにも売ってそう。あとドラッグストアに売ってるのも見た。見えない。うん、ちょっとだけ色が変わってきてる。伝わんないかな。なんか黄色から白っぽい感じ。もうえ、めっちゃ美味しそう。ハイチュウのブドウだ。匂いが、美味しそう、はい、なんかホイップクリームみたい、生クリームみたい生クリームみたい。こう見たら画面で食べちゃおう。これうん、さっきより酸っぱくなった。こう、これ入れたら2番の粉、めっちゃ美味しい。いいね、美味しい。次、一緒だよね作り方。1番入れて2番入れたいんだよね。オッケー。
ワインのアロマ成分で風味なんかある。ソムリエが選んだネルネルネルで似合うワインのアロマ成分を隠し味に入れました。すごいね。アロマ成分、ワインのアロマ成分が入ってるらしい。違うな、こっちの方がなんて言うんだろう、なんかちょっと違う、難しい難しいけどちょっと違う。白ワインと赤ワイン風ってこと。カップ一杯。紫だこれ今。なんかね違う、なんて言うんだろう、いやこっちもブドウって感じだったんだけど、なんかあよりお菓子のブドウの感じに近い、こっちの方が。あのよくある感じのお菓子っぽい、こっちの方がいい匂いが。すごい紫だ。青紫みたい。ちょっと食べてみよう。なんかこっちの方がお菓子って感じ、お菓子なんかちょっと甘い。両方美味しい。でもじゃあ2番の粉を入れてモコモコにします。変わってきた。あ、すごい。お、ピンク？紫っぽいピンク？ピンクになった。いい感じかな。ちょっと平らにしよう。
てきた。黄色とピンクみたいな感じだね。あいさ、食べちゃおう。うん、あ、美味しい。美味しい。どっちも美味しい。じゃトッピングっていうのもあるんだけどさ、途中で入れるわ。スパークリングトッピングかけるとシュワシュワ美味しいって書いてある。え、ちょっと比べたい味。なんかね、ピンクの方がなんかよりなんかお菓子、お菓子なんだけどさ、これもなんかお菓子のブドウの味がする。ピンク。うん。で、白。まあ、比べると全然違うわ。え、でも難しい。どっちもブドウなんだけど、こっちの方がちょっと酸っぱいのかな、白の方が。ちょっと酸っぱい。なんだろう。確かに何か大人のって感じ。なんていう、難しい。難しい。こっちの方が甘い。あんま酸っぱさがない。ピンクの方は。え、美味しい。でもどっちも美味しい。でも確かに、今さ、普通のさ、ねるねるねるね、ぶどう味あるじゃん。あれ、最後に食べたらめちゃくちゃ前だから、あれだけど。それと比べると、あれかも。確かに大人のって感じするわ。食べてみたらわかる。難しい。白のがちょっと酸っぱいね。美味しい。でも美味しい。これねん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 、久しぶりに食べてめっちゃ美味しいよ。え、これ美味しい。大人のねるねるねるね、美味しい。ちょっとこれかけてみる。トッピング。シュワシュワするらしい。かけ。美味しいよね。トッピングかけた。かき粉と白とピンクのシュワシュワするやつ。いただきます。うん。うん、確かに炭酸。ということで、これかけるとスパークリング風。わかんないな、スパークリング。わかんないけど、こんな感じなんだって感じ。美味しい。白も美味しい。うん、美味しい。これ確か混ぜて混ぜようか。ちょっとだけ切って端っこの方で混ぜよう。どう混ぜるの。出た。ちょっとピンクが強い。
ピンク強かったかな。ちょっと待って、ちょっとじゃ分かんなかった。どうしよう、でもなんか混ぜるのないもんな。他のと混ざっちゃう。ちょっとだけこう避けて避けて、シャシャ残ってた。ねえ、白を同じ量ぐらい、このぐらいか、もうちょい。いや、スプーンあるんだけど、混ぜるスペースよ、スペースが。スプーンはこれ持ってる。でもさ、ちょっと似た感じの味だからさ、あんま分かんないかも。こんなにこんな味になったっていうのはあんまないかもしれない。どっちもブドウ味だ。あれかきをシワシワ。強くないの。やっぱあれか、白とピンクじゃん。ピンクはちょっと強い。じゃあいきます。混ぜたやつ、白とピンク。難しい。このさ、白のさ、酸っぱさがちょっとなくなって、でもむ難しいね、なんて言ったらいいんだろう。でも美味しい、混ぜるの難しいよ、そんな。でピンクよりかはちょっと酸味がいい感じ、いい感じの酸っぱさ。難しい、無理。え、でも美味しい、混ぜるのも別に、絶対あるのも美味しい。いや、難しいってこれ。似たような味をの違う説明するのも難しい。どっちもぶどう味だから、ね、ちょっと違うんだけど。白はちょっと酸っぱい、ピンクに比べたら。だって私ワイン飲んだことないから味わかんないよ。そもそもワインの味がわかんないよ。難しいよ。ブドウジュース、あ、ワインってブドウジュースないですね。確かにブドウか、ちょっと違うかと思ってた。うん、でもそれで言ったらピンクの方がブドウジュース感強い。白の方はちょっと酸っぱいから、あれだ、ピンクの方が。ブドウジュースだと思ってると全然全然違うんかい。この後買ってくるしかワイン買えないよ。無理無理、私まだ二十歳になってないからね。トッピングいっぱいかけよう。
私まだ二十歳なってないんで買えないし飲めない。もちろん。うん、白シワシワかけたやつ。おいしい。なんかシワシワ後になってめっちゃシワシワしてくる。27分、早いよ。ちょっとこっち一口だけ食べて。もランキング、13位からランキング読みます。13位、イナバウアさん、ありがとうございます。12位、井上義弘さん、ありがとうございます。あ、書いちゃった。13位からもう一回見ますね。13位、井上義弘さん、ありがとうございます。12位、丸岡優希さん、ありがとうございます。11位、 SS さん、ありがとうございます。ん、あ、合ってた。びっくりした、間違えたかと思った。10位、カズさん、ありがとうございます。9位、日野にゃんまるさん、ありがとうございます。8位、天守閣さん、ありがとうございます。7位、アラカトルさん、ありがとうございます。6位、ポッポスターさん、ありがとうございます。5位、筋肉愛好家さん、ありがとうございます。4位、トアさん、ありがとうございます。3位、チームキョカタムさん、ありがとうございます。2位、グランツさん、ありがとうございます。そして1位がナオトさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう。次の配信は19時から。危ない、17時からって言うとしてた。今やってるわその配信。よいしょ。そう、次がラスト、イベント期間中ラスト。食べよう。いやー、ラストです。え、これめっちゃ美味しかった。大人のねるねるねるね、なんか普通のぶどう味のと食べ比べたい。両方買ってきた。それやったらもっと味の違い分かりそう。普通のぶどう味と比べるみたいな。美味しいよこれ。大人のねるねるねるでめっちゃ美味しい。時間になっちゃう。じゃあ後で食べときます。じゃあ次の配信19時からです。次は最後です。じゃあありがとうございました。また後で。またね。